いいよいよ決着の日が来る。9月27日投開票を迎える自民党総裁選も秒読みに入った本誌は元朝日新聞政治部デスクの鮫島博史氏に総裁選の最終予想を依頼最後に勝ち残るのは誰かを聞いた9月22日時点の最新予想やはり小泉進次郎氏石破茂氏高市早苗氏の三つどもえでしょう 三人の中で信じろ私有利は変わりませんが、ここへ来て大きく失速している。失速の理由は、第一に解雇規制緩和をめぐる瞑想です。選択的夫婦別姓の問題も、もともと自民党の多数派を占める保守層には評判が悪い。自民党内には世代交代への警戒感もある。これらの失策がなければ、 新次郎氏が圧勝していたかもしれませんさらに進次郎氏の背後に控える大物の影もマイナスとなっているという官リスクです菅義偉前総理が進次郎支持を明言していますが菅氏の影響力が強まることへの警戒感も党内にはある同じように進次郎氏を推す森義郎元総理の森リスクや 裏金野球統一教会との関係を疑われる前政調会長の萩生田光一リスクも失速の背景にあると思います以上の分析から新次郎氏の獲得票数は党員票70票国会議員票70票の計140票が妥当でしょう鮫島氏いかどうここで総裁選の仕組みを簡単にまとめておくと党員票368票と 国会議員票368票合計736票を投開票し過半数に届けば当選届かなければ上位2名の決選投票となるつまり一番人気とされる小泉氏でも過半数には遥か及ばないという予想だ続いて石破氏の獲得予想は党員票100票議員票30票の計130票と見る 石破氏は総裁選の討論会でも安定感がある自民党内からもやっぱり新次郎より石破の方がいいんじゃないかという声が聞こえてくるただ旧安倍派や麻生太郎副総理に嫌われていることもあって議員票が30票程度と伸びていない意外に思われるかもしれませんが今後の不確定要因として国際情勢も考慮に入れる必要がある ウクライナの戦闘が激化するとかロシアが報復するとか緊迫してきた時に「新次郎で大丈夫か?」という声が上がり27日の投開票の直前に石橋が一気に優勢になる可能性もある経済界金融界で一番人気の高市氏そして今上げ塩なのが高市早苗氏だ党員票90票議員票30票の 計120票票が予想獲得票だ。高市氏は経済界金融界を対象にした調査では一番人気です高市氏ならアベノミクスを継承して金融緩和財政出動などの政策をとり株価も上昇すると期待しているわけです加えて高市氏はもともと安倍支持層には絶大な人気があります この層はネットでの発信力も強く、新次郎氏のネガティブキャンペーンが広がっている。党員票では、石破氏に迫る90票ぐらいいくでしょうね、その反面、議員票は伸び悩んでいる。支援者に、旧安倍派の中でも、杉田水脈氏とか、きわもの系が目立ちます。旧安倍派の中枢である、福田達夫氏などは、小林隆の候補に集まっている。 元々安倍派の後人衆、松野博一氏、高木武氏氏、西村康稔氏,氏、萩生田光一氏、世耕弘重氏,氏は、高市氏をライバルとして警戒してきたこともある。高市氏は、議員間のつながりも少ないので、議員票は、せいぜい30票でしょう。ここまでの話を振り返ると、新次郎氏140票、石橋氏130票、高市氏120票。 まさに横一線の戦いだが接戦になればなるほど3人以外の候補者の動向が勝敗を左右する 2> 第2集団の動向は第1集団が新次郎氏石橋、高市氏とすれば第2集団は小林隆之氏林義正氏ですがいずれも党員票は伸びていません鮫島氏の第2集団の予想は小林氏が合計70票 林氏が合計60票だという。小林氏は全国的な知名度はないので、党員票は20票ぐらい。議員票では50票と見て合計70票といったところでしょう。林氏は討論会での安定感を評価する声が結構あって、じわじわ票を伸ばしているが、やはり知名度がないので、党員票は20票ぐらい。ただ、林氏は、 意外と上り上司、高知会の議員に聞いても、ほとんど岸田の時代は終わった、次は林だという声が多い。議員票は40票ぐらいは集まる。党員票の20票と合わせて60票ぐらいは取ると予想します。麻生氏に見殺しにされる上川氏と小野氏。第三集団の動向も無視できない。 上川陽子氏茂木利光氏河野太郎氏加藤勝信氏が20から40票の回に沈んでいる上川氏は20人の推薦人を集めるにも苦労し麻生派から9人旧岸田派から5人回してもらったぐらい討論会を見ても明らかな準備不足が目立ちます取り憑かれたように新しい景色をなんて言ってますが女性初の総理を目指すのに 選択的夫婦別姓に賛成できないというのは論理矛盾です。これも麻生氏の支持を得ているから本音を言えないのでしょう。党員票20票、議員票20票、合わせて40票がせいぜいでしょう。茂木と清水氏も上川氏と同数の40票という予想だ。茂木氏は不人気だから、党員投票は10票ぐらいでしょう。幹事長だから 票の貸し借りはあるだろうから少しは伸びる余地があるがあまりにも人気がない。党員票で10票。議員票の30票と合わせて40票ぐらいにとどまる河野氏も苦しい戦いが続く。河野氏はもう政治生命の終わりでしょうね。マイナンバーとワクチン問題で化けの皮が剥がれてしまった。党員票10票程度、議員票25票で合計35票。 8位か9位に終わるでしょう。麻生氏が河野氏を押したのは大量擁立で新次郎氏の圧勝を阻止する分散作戦でしたが、もう負けが確実な河野氏に麻生派の票を入れるメリットはなくなった。麻生さんは第1回投票で河野氏支援に回した18人を上位3候補に投票させようと考えているのではないか。これは上川氏も同様で、 麻生氏が回した9人は第回回投票から上位候補に回すす。可能性があります麻生氏は、河野氏と上川氏を見殺しにするんです。再開、加藤勝信氏の票の使い道再開は全く票が伸びていない加藤勝信氏だ加藤氏は再開確定と言っていいと思います。 推薦20人の議員票と党員票3票の23票ぐらいでしょうか。ただ、加藤氏は、菅氏の別動態です。菅氏が、加藤氏の持つ20票を、第1回投票から、新次郎へ票を乗っけてくれと使うかもしれない。プライドの高い加藤氏が、菅氏の要求を飲むかどうかわかりませんが、決選投票になれば、こうした、開候補の持つ票が、 どの上位候補に動くかが焦点となる小林氏の議員票50は様々な思惑で集まっている票です小林氏が右向けといっても右を向くとは限らないこれが決選投票の草刈り場になるはずですその一方派閥がバックにある茂木氏や林氏が強いのは数十の基礎票を自分の一存で右から左に持っていけることですこの基礎票が決選投票での 取引材料になる勝ち馬に乗ればポストを得られる林氏茂木氏は勝負では勝てなくても決選投票の鍵を握れるわけです自分が応援した上位候補が当選すれば見返りに閣僚ポストを得ることもできます鮫島氏は投票態度を決めかねている不動票の動向にも注目するまだ投票先を決めていない議員票が 約50、党員票が約30、こうした不動票が上位3人に集約されていくことになる。4位以下の候補に入れても指標になるのは分かっているから、不動票は高市氏か石橋か小泉氏の誰かに入ることになるわけです。党開票まで残り数日、水面下での駆け引きが面白くなってきた。以下はネット上の意見をまとめたものです。総裁選の状況は、 混沌としていますが、小泉進次郎氏はあまり中身がないような発信が多くありつつ、知名度や見てくれの良さで人気度が先行しているのではないでしょうか。石破茂氏は自民党内からの信頼性の欠如や求心力の希薄さがあるかと思います。しかりて実行力があり、将来的な展望とビジョンをしっかりと保持されています。高市さなえ氏が 女性初の総理にに就任されまますすことに多大な期待感があります実のところ経済対策や積極財政の観点から言うと茂木氏が具体的で時間的ないタイムスケジュールもしっかりしていて最も良いその次が高市氏だと思う高市氏が勝てば茂木氏を財務大臣に当てればかなり良いタックになると思うこの2人は 積極財政を行ううだろうし安心感はある少しずつ進んでいるので、危機感が出にくいかもしれないが、分かりやすいのは、プロ野球、サッカーの代表戦映画がほとんど民放で見られなくなっている、つまり、サービスの有料化。このまま進むと、例えば、歌番組、ドラマは NHK でしか見られない、なんてことが起きても不思議ではなく、 ネットについても、無料だと使い勝手が悪くなった旧ツイッターなどこの流れは今のままだと避けようがないこの流れが続いた時に問題ない人とある人にきれいに分かれるが候補者が誰に向けて話をしているかよく吟味した方がいいこのライターは上川氏の女性総裁を目指しているのに夫婦別姓に賛成でないのは論理矛盾と記しているが なぜ女性だったら夫婦別姓に賛成しないと矛盾しているのか男女で思想心情政策に違いがないといけないのか総理総裁を目指すものに男女は関係ない日本の舵取りを任せられる資質があるかどうかである能登半島地震大雨で防災省が必要だと思いましたやっぱり地方創生しないとダメ東京一極集中は もし大規模災害が起こっても今の状態なら、どうしようもない。能登半島地震からまだ9ヶ月で大災害が発生したら、住むしたい人はいなくなる。石破さんが総理大臣になれば解決すると思う。今の時点で、議員票数70票が、小泉氏にという予想だが、本当だとすると解雇要件の緩和、選択的夫婦別姓。 年金を80歳引き上げ等に賛成ということだから、現在の自民党にかなりの不安を感じる。そもそも、最初に放ったこれらの政策が取ってつけた感があり、すでに操り、人形で操る、人間次第で日本をめちゃくちゃにされてしまう。つまり選挙の時70票の議員への投票を、国民はよく考える必要がある。